最近ですね、家の周りに野良猫がたくさんいまして、夜な夜な、にゃー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 、うるさいんですよ。それでなんとかならないかと思って、いろいろ調べてみましたら、超音波を使って猫を寄せつけない方法があるみたいなんで、この装置を DIY でちょっと作ってみたいと思います。材料が揃いましたんで、ご説明していきたいと思います。まずこちら、100均の防犯ブザーから取り外したピエゾ素子です。こちら本体です。これは 3D プリンターで作りました。電源として、今回は単三乾電池を8本直列にしたものを使います。1本あたり 1.5V なので、8本で 12V になります。こちらが先日の動画でもご紹介した超音波を出すためのパルスを発生させる部分です。そしてこちらは以前センサーライトを DIY するときにご紹介した赤外線センサーです。猫が前を通った時とかに作動するようにこちらを使います。今回の回路について簡単にご説明したいと思います。まず電源はこちらにあります。こちらにスイッチがありまして、この青の点線で囲った部分がセンサー部分の回路になります。そしてこちらの赤で囲った方がピエゾ素子を動かすための回路になります。こちらのセンサーは Amazon で売っている人感センサーを使っています。ピエゾ素子を動かすための IC は555を使っています。こちら RA と RB と C の組み合わせで周波数を決められるんですけど、今回は周波数が 14kHz ぐらいになるように設定しました。ただ使っているとおそらく素子の発熱によってだんだん周波数が上がっていくので、 17kHz ぐらいまで上昇します。全体の流れとしましては、まずこちらの電源を入れるとこちらのセンサーの電源が入ります。そして人感センサーがオンになると、こちらの MOSFET がオンになります。MOSFET がオンになると、こちらの赤の点線で囲った方の回路が動き始めます。こちらの IC555 がオンになると、こちらのアウトから一定の周波数のパルスが出て、こちらのトランジスタを動かします。そしてこちらのトランジスタがオンになると、こちらのピエゾ素子にも電気が流れてピエゾ素子が振動します。それでは組み立てていきます。ピエゾ素子を効率よく鳴らすために、素子を共振させる目的でこのようなステンレスを素子にくっつけます。ただ共振する条件っていうのが結構シビアで、軽く押し付けるようにするとうまく共振するみたいです。ピエゾ素子とステンレスが接するところにはグルーを塗らないように、両端にグルーを取り付けて、グルーが冷めた時の収縮力でピエゾ素子をステンレスに押し付けるようにしています。今これで確認してみたんですけど、かなり共振してまして、20デシベルぐらいは音量が上がっています。これでいきたいと思います。今この発信部分を本体につけたんですけど、ここをグルーをいっぱい塗ってくっつけると共振しづらくなるみたいで、音量が露骨に少なくなったんで、ちょっとだけくっつけてあります。完成しました。こちらにスイッチがあります。こちらに人感センサーがあって、猫が通ればこちらから超音波が出ます。この超音波が出るところを
ステンレスにすることによって共振をうまく発生させて音量をめちゃくちゃ大きくしています。測定しましたけど、マックスで95デシベルぐらい出ています。